こんばんは、おみやです。今日はですね、高根沢町にあります高根沢漁港大助丸さんでゴーゴーカレーさん監修の金沢カレーとサバサンドをテイクアウトしてきました。場所なんですけれども、県道64号線沿い、芳賀から高根沢に入ってすぐのところにあります。駐車場にキッチンカーの大助丸号さんがあります。メニューなんですけれども、サンドメニューでサバサンド、唐揚げサンド、タルタルサンドがあります。その他にホットコーヒーや唐揚げ、唐揚げ弁当があります。おはるさんはサバサンド700円を注文しました。大助丸さんのお店では新鮮な魚介類をいただくことができます。今回のお目当ては店内飲食とテイクアウトのできるゴーゴーカレーさん監修の金沢カレーをテイクアウトしようと思います。種類は金沢カレー、金沢唐揚げカレー、金沢ロースカツカレーがあります。私は金沢ロースカツカレー900円のご飯大盛りプラス50円。最新情報によりますと、いろいろなトッピングができるようになったようです。はい、といったわけで買ってまいりました。はい、こういった感じになってます。とんかつは別の袋に入っており、ありがたいことに唐揚げをサービスしてもらいました。はい、というわけでね、早速ね、盛り付けていきたいと思います。はい、といったわけでね、盛り付けてまいりました。結構衣が特徴的なロースカツですね。ソースは自分でかけました。そしてサバサンドです。といったわけでね、早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。サバサバした私にはサバサンド。まずおはるさんのサバサンドなんですけれども、キャベツにサバフライ、マヨソースがかかっています。時間が経ってもサクサクの衣にほのかなカレーの風味とサバの旨味が口に広がり、そこにキャベツが加わり、いい感じになります。後からスパイシーさがガツンときますね。パンはふわふわ柔らかで、サバは骨がなく食べやすいですね。このサバサンド、骨はないけども食べ応えがあって骨があるわね。そういえば大助丸号さんで使用しているサンドメニューのパンは、宇都宮市にある創業60年滝のカナダ屋さんのパンを使用しています。そのようですね。それにしてもカレーの風味がしたのは驚きましたね。中西学の予測不能な野人殺法のようです。ではね、私の金沢カレーをいただきたいと思いますが、まずね、金沢カレーとは何ぞやということで、まあ、全てがね、該当するというわけではありませんが、まず一つ目が黒に近い深い色のカレーでドロッとしていると。二つ目が、まあ、こちらはね、テイクアウトで違うんですけれども、ステンレス製の船形皿に盛り付けられていると。三つ目がフォークまたは先割れスプーンで食べるとのことです。四つ目にカレーの上にカツが乗せられ、ソースがかかっている。ちなみにこちらは私がソースをかけました。そして千切りキャベツが添えられている。まあね、そういった特徴を持っているということなんですけれども、とりあえず食べてみましょう。まあちょっとね、フォークで食べようと思ったんですけれども、カレー救えねえじゃねえかっつーあれで、スプーンで食べます。こういった感じで本当にドロッとしている感じですね。ご飯大盛りなんでね、結構詰まってますね。濃いですね。すごい濃いんですけれども、深みがあるカレーで。で、ほんと、後からほんとスパイシーさがきますね。口の中が程よく気持ちいい感じで、気持ちいい感じの辛さを感じられますね。さあ、とんかついきたいんですけど、これで大きいですね。お、あ、うまっ。あの、肉自体はあまり油がないんですけれども、衣の油がじゅわっとね合わさって、肉の旨味が強いですね。これもう間違いなくカレーに合いますね。ほう、あ、うまい。一つ一つが美味しいんですけれども、それがね、合わさることによって、いい感じの足し算ができてますね。カレーとご飯、カレーとカツ、でね、カツとご飯、このいい感じの足し算、すべてが組み合わさることによってね、掛け算になるんですよ。自分でもよく意味が分かってるな。とにかくね、合わさることによってもう最高の味をね、引き出してますね。さあ、そしてサービスしてもらった唐揚げですね。一個が大きい。はい、ひょっこりパンみたいな。おー、
非常にジューシーで生姜っていうか生姜だね生姜のねいい風味が口に広がって、唐揚げというよりもなんか竜田揚げをね食べてる感じで、これもねタレに合わせたら美味しいんじゃないでしょうかね。まあトッピングで唐揚げがあったぐらいだからね。唐揚げにカレーをかけて食べてみました。あのいい意味で予想通り完璧っすね。おはるさんもわんぱくそうに唐揚げを一個いただきます。確かにジューシーだけどあっさりみたいな、そうだなって感じ。おっしゃる通りだと思います。丸投げ。ミアンがいなくなってから食べるなんて姑息な手は私は使わないわ今回はちゃんと食べさせろと言ったわ。いただきます。濃厚だね。美味しいわね。やべ使われそうカレーもカツもとても美味しくて、中西学のカレーに担ぎ上げるアルゼンチンバックブリーカーのようだわ。その通りですね。ご飯の盛りもよくボリューム満点で大変満足しました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。カレーとサバサンドを食べてゴーゴーランプがペカりました。はい、というわけでアイスケン丸さんのサバサンドと金沢カレー、サバサンドは骨もなくカレーとサバのいい風味が広がり、金沢カレーはとても濃厚でね、カツや唐揚げにとても合い、ご飯がどんどん進む味で大変美味しかったです。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、どちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。Bye.